ヘンク1、1アンデルレヒトジュピラープロリーグプレイオフ第3戦。ヘンクに所属する日、代表 MF、伊藤淳也が完璧クロースで、同点ゴールを全立てした。同選手はもはや世界レベルのサドアタッカーに成長したのかもしれない。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ジュピラープロリーグ。 ベルギー一部プレイオフ第3戦エクタイ・アンデルレヒトが現地時間12日に行われ、試合は1、1のドローに終わった。レギュラーシーズンを4位で終えたヘンクは、プレイオフでは2、1分と好調。この試合の勝利で2位に浮上し、来季 UEFA チャンピオンズリーグ CL 予選出場圏内に入、はい、いる。ヘンクは33分に、アンデルレヒト MF。 アヌアル、エールハジのゴールで先制を許してし、う。ここまで、プレイオフで無敗の変化が1点、ハインドという状況になった。しかし、この身に先発した伊藤が同点弾を演出する。67分、味方、ロングボールは、流れてしまうが、伊藤が相手、体を入れて、マイボールにする。伊藤は体勢を、得てから右足でクロスを供給すると、ポール、オヌアチュが、中央でヘディング。 これが5に突き刺さり、変化が同点に追いついた。抜けのスピードを生かした抜け出しやドリブル派が武器の伊藤だが、キックの精度も抜群。伊藤退治したアンデルレヒト DF ボーダンマイリチェンコは伊藤への爪が甘く、伊藤に字を与えてしまった。あれだけ時間があれば、伊は容易にクロースを上げられる。おそらく、をラップしていた。 ヘンク DF ダニエルムニオと伊藤のスピードを警戒していたため、スペースを開けたのだろう。だが、それが、あだとなり、から完璧なクロスが送られる。綺麗な子をひさしたクロスに、オヌアチュがうまく合わせ、ゴーが決まった。伊藤はこれで、プレイオフ3アシス目。3試合出場1ゴール3アシストを記録。レギュラーシーズンでは32試合出場10得点12。 アシストを記録ルベルギーでこれだけ結果を残し日本表でも活躍する同選手はもはや世界で通用るサイドアタッカーといっても過言ではなだろう欧州5大リーグイングランドスペインフランスイタリアドイツでのプレーを見てみ動画伊藤純也のピンポイントクロース美しぎるアシストがこれだ参照元 YouTube 亮